いいぞ、もっと来い、もっと集まれ、もっと集まれ。また新しいボイスドラマが出たの？よくやるね。今年で何回目かしら。毎回似たり寄ったりだけど、なんか見ちゃうんだよね。どうせ棒読みで助長な脚本なんでしょ。好き好んで見てる富士通の頭おかしい。バカだね。見どころは声優の方よ。脚本なんてうまけないわけ。誰も気にしてないわ。今回は面白い声優出てくるかな。生放送でトロロそば食ったりとか、少女役なのに声が完全におばさんだとか、インゴ100連発とか。ボイスクやるようなやつはもともとまともなやつじゃないんだから、誰をガン盛りしても星の情報どうかもりよ。一番目立ったやつからブログ、ツイッター、卒アルまで全部洗って拡散するわ。オンスレミン頭おかしい。個人情報のガン盛りはやめようね。そうだそうだ、アットだけ作って声優にはノータッチなのが一番健全な楽しみ方だ。犯罪無自覚のマット作者は死ねえよ。レイムさん、準備の方。レイムさん、よろしくお願いします。レイム、ボイスドラマを公開収録するってアイディアは大したものじゃないか。ハプニングが起こればそれもネタになる。起こらなくてもまず目立つ。どうせ俺のボイドラなんぞに中身はないんだ。それくらいの箔をつけたいってもんだよな。さあさあ、レイム役、新しいボイドラで次世代のクッキー声優になろうじゃないの。うまくいけば囲いが増えて有名人、欲しいものリスト公開すれば一瞬で消化されちゃうわけよ。どうした暗い顔して。まあそんな顔でもキャラ立ってれば何でもいいぞ。だがくれぐれも俺の顔に泥を塗るんじゃねえぞ。いくら有名になりたいからといって売名失敗で有名にはなりたくないんだ。どんだけクソ脚本だと思ったとしても俺の台本通りに進めるんだ。わかったか。いいな。レイムは例のものを持っているのか。はい、我々が作った偽の台本です。あの通りに演じればこのボイドラもぶち壊しでしょう。よろしい。プハっていいのはレイム兄貴だけ。もしあのレイムがプハしようものなら即座に狙撃しろ。まあしないだろうがな。あのレイムなら確実にこの養殖ボイドラを潰してくれる。クッキー原理主義の名において、大佐より後に出た養殖ボイドラなんて認めない。クッキーを売名に使うのはこの私が許さん。あのレイムもそう思ってるはずだ。私は大佐のクッキーも養殖だと思うけどな。よーレイム、うずマリサだぜ。まあなんだ、マリサってのがどういうキャラなのかよくわからんが、魔女かなんかなのかな。レイムっていうのもニコにしては露出高くてエロいな。わしかしこのボイドラで有名になったらなったで面白そうだよな。私の声でマット作られたり、私のアバターでイラスト描かれたりするかな。ツイッターのフォロワー数一気に4桁いったらどうしよう。今からワクワクするよな。そりゃ変な奴らに絡まれることもあるだろうけどさ、囲いがなんとかしてくれるさ。どうした、暗い顔してんな。レイム、レイム、いよいよ東方ボイスドラママリサとアリスのビスケットキスの公開収録が始まります。出演者の皆様方、ステージへどうぞ。
いくらネットが広大とはいえ、オリジナル創作絵なんて誰も見てないんだな。今日も閲覧は1か2、コメント0か。なんだか投稿すればするほど虚しくなってきたわ。二次創作、東方の絵でも描いてみようかな。そうすれば少なくとも東方中は見に来るかも。でも東方のことなんてよく知らないしな。閲覧だけ稼いで私は一体何がしたいんだ。誰か見て、私を見て。閲覧にとか、ほんまもんのゴミだな。誰だ？ここ、ここだ。なんだお前。これを見な、俺の描いた絵だ。どうだ、かわいいだろ。東方キャラのナズーリンか。落書きだな。もっと真面目に描こうと思わないのか。ナズーリン、いや違う、これはニョン姉貴だ。東方のキャラじゃない。そんなことはどうでもいいんだ。よく聞け、この絵は閲覧数いいよ来いよでコメントいくいくだ。こんな落書きが。どうだ、すんごいだろう。数字だけを見ろ。俺の絵はお前の絵よりも10万倍は反響がある。つまりお前より俺の方が有名で影響力もあるし、ここネットでは格が高いんだ。わかるか。こんな落書きに負けるなんて。どんだけすんばらしくても誰も見てないんじゃ存在してないのと同じだ。どうだ、お前もクッキーの界隈に来ないか。でもクッキーなんて知らない作品だし、私は二次創作しないんだ。オリジナルで有名になりたいからね。ほんまもんのバカだな。誰も見てない公開オナニーは気持ちいいのか。うるさい、他人の作ったキャラの絵を描いて何が表現だ。そこに作者のオリジナルはあるのか。作者の主張は、魂の叫びは。みんな愛の二次創作しやがって。自分の知略で勝負しろ、畜生。だーもう分かった、ネット上で芸術家なんて気取るんじゃないよ。じゃあ物は試した、1枚だけ描いてみろよ。描かないのに批判だけはするムサンみたいなことは言わないよな。批判なら描いた後でもできるはずだぜ。たった1枚だ。東方のキャラにクッキータグつけてから考えてみろよ。いやだ、絶対に描かない。なんだ、口だけ番長か。お前も閲覧数が欲しいんだろ、人に見られたいんだろ。5分だけでいい、5分だけ公開して消せばいいじゃねえかよ。ほれほれ、お前独自の世界してるのな。お前の描いたクッキー見てみたいな。仕方ないな、そんなに言うなら描いてやるか。リクエストされちゃうな。東方キャラといえば、さあさあ一回だっけ。俺も最初はそうだった。たった一回のクッキー作品、それがその後の人生を狂わせる。お前も落ちろ、クッキーに落ちろ。仲間に入れてやるぞ。なんだなんだこいつら、なんだこのコメント数。ただのうどん毛の絵、ただのぼったちの絵、何の面白みもないのにこの反応。なんだこの界隈。これがクッキーだ。反応たくさんもらえて嬉しいだろう。
落ちたな。こんなにすぐ落ちるとは思ってなかったけど、しかしよほど視線に飢えていたのか。おい、そろそろ5分経つぞ。その上削除しないのか。いや、それは。どうした、消さないのか。お前のやってるそれは二次創作だぞ。お前が嫌ってた二次創作だ。それも超安易なやつ。お前はオリジナルで踏ん張るんだろう。意地悪しないでよ。アナ、あなたどこかで見たが風ね。外の界隈から落ちてきたのかしら。ええ、ちょっとコメント数に困惑してるところです。それはそうと、ここでオリキャラは嫌われるわ。何でもいいから東方の皮をかぶっておきなさい。そうなんですか。この界隈ルールが細かくあるんですね。そうね、いわゆる一般的なネット民のようなのんけ臭い言動は嫌われる傾向にあるわね。ここの住民はみんなアウトローを気取ってるから。まあそれでも人所に集まってるのを見るとみんな寂しいのかもしれないわね。あら、レイム衣装ね、かわいい。これしか知らないものですから。落ちて早々こんなこと言うのもあれだけど、こんなところに長居してないで早く元いた場所に帰った方がいいわよ。もう遅いみたいね。クッキーは麻薬なのかしら。悪いことは言わないわ。クッキーに手をつけても今ならまだたった一枚の山地で許されるわ。こんな地下にくすぶらないですぐ上に買いなさい。あれは何ですか。ああ、あれはうずき姉貴、クッキー三大声優の一人で岩野の姫であり、一生ネットのしゃべる笛よ。かわいいですね。今度はあれで書いてみます。あなたのことは知っていたわ。オリジナル絵師よね。誰にも注目されてなくてもたった一人で独自の世界を想像してた。それは素晴らしいことよ。だから安易にクッキーなんかに手をつけてほしくないのよ。もったいないじゃない。そうなんですか、見てたんですね。コメントゼロだから全く気づきませんでしたよ。まあいいじゃないですか。クッキーって可愛いキャラがたくさんいるんですね。それに作品に対する反応がダイレクトです。私この界隈が気に入りました。あなたが思ってるほどこの界隈はまともじゃないわ。ここにいる時点でみんな人間のクズなんだから。そうなんですか。絵をあげるとたくさんコメントがつきます。あのコメントしてる人たちも人間のクズなんですか。そうよ。足元を見てごらんなさい。この地面の下には歴代クッキー声優の死体が埋まっているわ。この界隈に降り立っただけでその死体を踏んでいることになるの。私たちクッキー中は死体の上で踊りを踊るのよ。大層に銅像なんて建てられて神格化されてるけど、結局あれらはでっかい墓石に過ぎないわ。でも今頃やめるつもりはなさそうね。あなた相当に視線に飢えている。人間のクズでも何でもいいです。誰も見てくれないなんてもう耐えられない。ようやく見つけましたよ、私の居場所を。これこそクオチね。二次創作のタブーを破った反動で人としてのタガも外れたのかしら。最近この人の絵よく見るな。この前落ちてきた新人だよ。絵柄が独特だからね、すぐにわかる。
最近じゃマットも作るみたいだ。変な動画ばかりだな。その声優のこと好きなのね。うん、クッキー声優はマットの素材だけど彼女らは真剣だ。どんだけ棒読みだとバカにされても純粋に演技や歌が好きなんだ。それが伝わってくる。そういう意味では私らマット作者と同じ立ち位置だと思う。マット作者もクッキー声優も大きな目線で見れば同じ表現者なんだ。だから尊敬できる。だからマットで使いたくなる。だからイラストにしたくなる。彼女らは喜びはしないだろうけどね。これはマット作者の永遠の片思いですよ。クッキーは素人声優をネタにして発展してきたコンテンツよ。ネタにできるものなら声優の個人情報、黒歴史、逸話、張り付いた勝手なイメージ何でも使ってマットやイラストが作られたわ。声優たちはストーカーにあったり引退に追い込まれなど風評被害にあったわ。この界隈じゃ声優がネット上から姿を消すことは珍しくないわね。クッキーはまさに声優の死体の上で成り立つ業の深いコンテンツね。でもたくさんのマットやイラストが作られるうちに声優たちはいつの間にか神格化されていったわ。アニメや漫画のキャラクターと同列に扱われるような存在になって日々二創作が作られていったの。そこに目をつけたのが養殖企画よ。クッキーの風評被害を受けることが分かった上であえて自らクッキー声優になりに行く人が増えたわ。主に売名が目的よ。誰でも承認欲求があるものなのね。当然それらに反発するクッキーっちゅうは出てくるわ。彼らの神聖なるクッキーを売名で汚すことは許されないのね。これがクッキー原理主義の台頭です。確かにクッキー特有の毒っ気は薄いですね。ネタにされたくて自分から入ってきた人間でマットを作るのはクッキーらしくない気がします。あら、原理主義的な思想なのね。私は全部素材だと思ってるけど、何でもかんでも無節操に取り込んでいくのはクッキーらしいと思うわ。ふーん。なんとも不思議な感じのマリサだ。こういうのは東方の界隈じゃ見たことない。マリサ？これはマリナだよ。ウズキって言った方が分かりやすいかも。ウズキ？東方のキャラにそんなのはいなかったと思うけど。なんだ、最近この界隈に落ちてきたの？ええ、元は東方で絵を描いていたんですけどね。そうなんだ。まあ私も最近落ちてきた新参だけどね。これはかつてマリサ役を演じたことがあるクッキー声優なんだ。イワナだったりトロロそばだったり美大落ちだったりして、もはやマリサとは全然違うキャラクターとして定着してるけどね。マリサなのは見た目だけだよ。声優の個人情報を東方の川に押し込んだいびつなコンテンツ、それがクッキー。へえ、面白いですね。東方二次創作とはわけが違う。こんな独特なキャラクター東方にはいないですよ。生身の人間が関わるからこその生々しさ、闇の深さもある。でも最近じゃそうでもなくなってきた。というと？養殖企画だよ。私はあんまり好きではないな。自分からネタになりに来た人間はガードが固いから知られたくない情報は一切出さない。そのくせ自分をキャラクター化してほしいって欲望はチラチラ見えてる。クッキーは声だめに咲いた奇跡の花だよ。それをまるで売名に使われてるようでね、なんとも心地よくはないかな。どこにもいるものですね。人気コンテンツにするような面白くない人間というのは。東方なんてその典型ですよ。
そういう奴らがコンテンツ全体の質を下げるんです。へえ、そうなんだ。東方に見切りをつけてここまで来たのに、ここも結局変わらないのかもしれない。私は向こうで結構手を尽くしたんだけど、何か手はないんですか？そうは言っても時代の流れなんじゃないかな。養殖企画だったとしても面白いキャラクターがいないことはないし。私なら何とかできますよ。え？東方と同じ鉄は踏ませませんよ。要は異物を取り除くだけです。前はうまくいきませんでしたが、私が分からせてやります。養殖がどんなに醜い行為かを。シリリがボイドラ作ったらしいぞ。シリリってマット作者のあのシリリ？シリリ最強、シリリ最強。最近ボイドラたくさん出てると思ったら、今じゃマット作者がボイドラ作る時代か。素材を自給自足ってわけ？でもそれってどうなのよ。クッキーって言えるの？ちゃんと声優の個人情報がんばりできるの？どうせガードが硬いんでしょ。そんなんでマット素材になれるの？いわば養殖だな。ただただ面白かったらそれでよし。もし素材になったら名前も売れて一石二鳥。こうなるとクッキーは単なる売名装置だな。時代かね。クッキーもマイルドになったもんだ。頭お花畑の参加声優に歴代声優たちがどうやって死んでいったか教えてやりたいけどな。私もな。マットも音楽もボイドラも作れるし、シリリ最強、シリリ最強。あら、もっと前で見ないの？もっと前で見たいけど、再生数稼がせたくないからここで見る。歪んでるわね。いいじゃない、1再生くらい。そんなに悔しいのかしら。はぁ、私には理解できないわ。なんでマット作者なのに素材提供側に回るんだ？しかも養殖じゃないか。こんなのクッキーだなんて呼べないよ。それでもシリリのことだからボイドラ作ってもきっと面白いんだ。私はそれが悔しい。だったらあなたも作ればいいじゃない、東方ボイスドラマ。私は東方のことよく知らないもの。養殖ボイスドラマ、存在そのものがクッキー原理主義に反する。なんだなんだなんだあいつ。あいつはめんどくさいの来たわ。私関わりたくないのよ。早く帰りましょう。あら
元気なこと。今現在クッキーは4色ボイスドラマに汚染されている。クソ投稿者が内輪ネタでボイドラを作る。クソ声優が出演してカゴイと悲鳴する。クソおもがきがそれらを持ち上げる。クッキーはいつからナレーコンテンツになったのだ。クッキーはお前らの雷鳴ソースではない。クッキーは承認欲求という画を生み出してはならない。クッキーはアンクラでなくてはならない。クッキーは純然たる誹謗中傷コンテンツでなければならない。クッキー原理主義過激派のテロよ。最近あっちこっち養殖潰しをしているわね。過激派？養殖ボイドラは初代のサヌマネ。養殖がクッキーのネットを滅ぼすのだ。今見ているマット作者よ、クッキー入りしよ、よく聞いてくれ。養殖ボイドラをネタにした作品も全てクッキー原理主義に反する。養殖声優の売名に加担することになるからだ。それは嫌だろ。クッキーの未来は君たちにかかっているのだ。初代クッキーもしくは大佐三部作で作ろう。そして養殖を潰そう。原理主義に変えろ。久しぶり、レイナ。どうかしら。私、クッキーを守ったのよ。あんた何やってんだ。どうかしてるわよ。え、喜んでくれると思ったのに。あなただってこの投稿者が憎かったんでしょ。養殖が許せなかったんでしょ。もう二度とクッキーできないね。それとこれとは話が違う。言いたいことがあるなら表現作品を通して言うべきだ。破壊活動なんてまた外れだ。凍結ってわかるかしら。便利よね。ここの運営は無能だから、権利者はそういえば簡単に嫌いなやつの作品を権利者削除できちゃうの。アカウントも殺せちゃう。この界隈なら他人の創作生命なんて簡単に壊せちゃうの。この銃でね。これが私の表現作品よ。あなたには分かってもらえると思ってたわ。私の行動全部。これは正しい行いなの。このクッキーを守るためのね。まさか、最近あちこちで増えてる権利者削除って。別に養殖企画に関わらなければ、それでいいことなのよ。初代クッキーと大佐三部作、これだけあれば他は何もいらないわ。そこから無限にマットは作れるはずよ。今は誰も理解してくれないけど、そのうちきっと分かってくれる。分からない奴には少し手荒に対処してるだけよ。あなたもきっと分かってくれる。私、そう信じてるわ。早くこっち側に来てね。いつまでも待つわよ。あらあら、思考が古いわね。時代の流れについていけないのかしら。老害って呼ばれちゃうわよ。ライバル失脚よ。嬉しい？嬉しくない。あら、喜んでいると思ったわ。あなたどちらかというと原理主義だったし、あれらに感謝するかと。嬉しいけど、嬉しくない。あれらの主張は確かに正論だ。クッキーは何も知らない声優を騙してネタにするから面白いんだ。クッキーの被害を知ってる声優を使ったら、それはもうクッキーじゃないのかもしれない。クッキーの人気に便乗した、ただの売名だ。しかし、じゃあいつまで初代素材だけでマットを作れというのか。一体何年同じ絵を描き続けるつもりだ。何年同じ内容のマットを作るつもりだ。伝統工芸品じゃあるまいし、養殖ボイドロが初代のサルマレだというのなら、彼らの油性となクッキーもまた昔のマットのサルマレではないのか。結局どっちもクッキーにすがっているサルマレじゃないか。どっちもどっち、くだらない。あら、あなたは違うっていうの？私は違う。嘘おっしゃい。あなた、オリジナル時代の作風はどこへ行ったのよ。他人の作ったキャラの絵を描いて何が表現だ。みんな愛の二次創作しやがって。自分の筋力で勝負しろ、畜生。あなた、自分がクッキーに落ちたと思ってるけど、それは違うわ。あなた、二次創作に落ちたのよ。まだ自覚がなかったの？あなたは原理主義も養殖もどちらも批判できる立場にないわ。みんな同じ穴のムジナじゃない。みんなクッキーにすがりついてるだけじゃない。皮だけクッキーかぶってるだけで中身なんてないじゃない。人間のクズジャンルで動くことを責めはしない。ここでしかできない表現があるのなら、それはそれで価値があるわ。ただ、あなたの表現は本当に本当にあなたの表現なのかしら。
オリジナル SDI の自分に胸張って見せられる？これが紛れもなく自分の表現だと見せられる？再生数やらクッキー中の評価は関係ない、あなたはそれで納得しているの？これもクッキー、これもクッキー、これもクッキー、どこだ、どこにある、私の絵はどこに、全部クッキー、ここにあるのは全部クッキーじゃないか。本当の私はどこにいるんだ、本当の私はどこに行ったんだ、本当の私は。よう、この界隈に来て3年か、ずいぶんと馴染んだもんだな。お前、この前のマット50万再生したようだな。さすがだよ、空へ行った。あ、どうした、嬉しそうではないな。どうにもなんだか薄っぺらく感じてしまってね、何が自分の表現なのかわからなくなってきた。結局注目されてるのは私じゃなくてクッキーなんだ。私なんてどこにもいないんだ。まあどうでもいいことよ。それよりお前に頼みがあって今日は来た。お前、今度俺が企画するボイスドラマに声優と絵師で参加しろ。はい、声優？お前企画者だったのか？いやー、最初会った時からいい声してると思ってた。それにもう脚本もできている。それを見ろ。プハー、今日もいいペンキ。あら、レイム、またサボり。休憩中よ。きっと今日は休憩の日なんだよ。なんだこれ、初代の丸パクリじゃないか。いや違う。途中で核戦争に巻き込まれてアリスは復活し、マリサは最終的に戦うことになる。そして最後にビスケットが割れるんだ。タイトルはそう、東方ボイスドラマ、マリサとアリスのビスケットキッス。どういう意図のボイスドラマなんだよ。意図なんてねえよ。俺はただクッキー使って有名になりたいだけだ。中身も減ったこれもあるかよ。それにボイドラに中身なんて必要ねえんだ。ボイドラのクオリティは低い方がまっともイラストも作りやすいだろう。すでに何人かキャスティングしてあるし、みんなそれで納得している。しかし絵師声優兼任なら結構目立てるぞ。嬉しいだろう。おまけにもう一つ考えがある。このボイドラはあらかじめ録音はしない、公開収録だ。ライブで録音して後でそれに絵をつけて投稿する。どうだ、斬新だろう。手抜きの塊なのに未だかつてない形式になる。業界初だ。これで俺の知名度もぐっと上がるってもんよ。こんな何の主張もない、何のオリジナリティもない、こんな。断ったら棺桶入る瞬間絶対に後悔するぜ。俺はこのボイドラで有名になる、名を売る。これのために今までたくさんの人間を食落ちさせてきたんだ。お前最初からそのつもりで私を。そうとも、何も知らない声優をクッキーに叩き落とすのに比べたら随分と良心的だろう。あ、そう、例えて言うならレイプはしてもコンドームはつける男。それに声優は投げ売れるし、俺たちクッキー中には素材が提供される。これってウィンウィンの関係じゃないか。クッキーはな、声優が涙しない健全なジャンルに生まれ変わったんだよ。そんなこと原理主義者が黙ってないぞ。奴ら過激派の一番嫌ってる養殖ボイドラじゃないか。奴らは何も分かっていない。伝統は守るものではなく作るものだ。
そしてそれができるのは今の時代を生きている俺たちだけだ。過去の思い出に浸っている老害には到底できない芸当なんだよ。公開収録は明日だ。しっかり暗記して会場に来る。まっくれたりはしないよな。お前はクッキーが好き、俺もクッキーが好き、そこに何の違いもないからな。こんな中身のない二番煎じ、何の主張もないサルマネ脚本。ピエロ、やっぱり私はこんな脚本で演技などできない。ああ、そうともその通りだ。養殖など到底許されない。過激派？待って、私はボイドラ出演には了承していない。まだ養殖声優じゃない。分かっているとも。クッキーは文化遺産だ、高尚なのだ、まさに声だめに咲いた奇跡の花。東方二次創作とは一線を画す貴重な花なのだ。そしてそれは養殖のせいでもろくも崩れやすい。お前もそう思っているのだろう。そう思うから躊躇しているのだろう。よくわかるよ。これはクッキーの人気にあやかろうとする非常におぞましい企画だ。こういう養殖がクッキーを食い潰すのだ。ならばこの企画に参加するふりして潰してしまえ。え？偽の脚本だ。これを読んであの企画を潰してしまえ。もし、バ、今日もいい天気なんて抜かしやがったら、即座にこのスナイパー冷凍銃で凍ることになる。断らないよな。こんなクッキーもどき喜んで潰せるはずだ。お前はクッキーが好き、私もクッキーが大好きだ。そこに何の違いもないからな。明日は会場がよく見える位置でスコープ越しに観覧させてもらうよ。うまく潰せることを願ってる。こんな養殖ボイドラ参加したくない。でも過激派のやってることも間違いだ。私の創作もまた。レイムさん、遅いですね。バックルかな。いや、奴は視線に飢えているから断れない。必ず来る。俺はよく知っている。あいつがオリジナル絵描いても誰にも注目されずにネットの海に沈んでいたの。何をしても認識すらされない。でもクッキーならたくさんの人間が見る、反応がある。奴はこの快楽から離れられない。クオチの悲しいサグだね。あ、来ました来ました、レイムさん。来るのは当然だ。原理主義の名のもとに奴はこのボイドラを潰しに来たのだから。みんなが大好きなクッキーを奴は守りに行ったのだ。そうだと思う。いよいよ東方ボイストラマ、アリサとアリスのビスケットキスの公開収録が始まります。それは出演者の皆様方、ステージへどうぞ。イブマサトウの子供たちを責めないで、昭和の名曲だよ。
私は二次創作が嫌いです。二次創作は劣化コピーで中身がなくって猿真似で、他人の人気に寄生するばかり、承認欲求の塊でできている。いつまでも過去のトレースに甘んじて新しいものを作らず、他人ふんどしのしたり顔、それでいて自分は伝統を持っていると思っている。私ははっきり言って嫌いです、嫌いです、嫌いです。創作と名物割にオリジナリティのかけらもない、魂の叫びも作者の主張も何にも持っていない。そのくせ再生数で人を見下すあの態度、再生伸びれば自分の手柄、自分の実力の勘違い、いつも想像は気分だけ。そんな寄生虫みたいだ、そんなサナダムシみたいだ、そんな二次創作が嫌いだ。私は思うのです、この世の中なら二次創作が一つもなくなってくれたらなと。オリジナルだけでもなくならどんなに部屋で楽しいでしょう。私はクッキーに落ちなくてよかったと胸をため下ろっています。いや、こっちはしてるよね。誰がどう思うか。何言ってんだ、何言ってんだ。仲間だと思ってたのに。巣を取り押さえろ。お前どこから入った。なさい、これがあの子に広げる。私は養殖ボイドラが嫌いだ。これらが新しい芸術を開拓したことがあるでしょうか。いいえ、養殖は常に他人の猿真似ばかりです。目立つ割に中身がない。クッキー2、カス、ゴルゴンゾーラ、クッソ、ザッパ、ハロウィン、ピーター。クッキーにかこつければ注目される。大した主張などまるでない。つまらなくてもクッキーだからと気楽なおられたものがつらい。面白くても嫌いだ。ブチなふりしたこいつとか刺さり出て、東方の皮をかぶりひょうひょうとしやがって。有名になればマットもイラストも作られる。あの反応を期待する目が嫌だ。あの注目を発動するこの本当の目が嫌だ。目が不愉快だ。何が新しいボイドラだ、何が原理主義だ、何が大物マットだったのだ。どれもクッキーに便乗するクズばかり、どれも愛の二次創作。せっかく注目を集めているのに大した人だとまるでないではありませんか。これだけ二次創作で溢れておきながら、一つとして心にガツンとくる作品などないではありませんか。それならそれで結構だ。ありがとうね、クッキーなんか捨てて生身の姿で作りましょうね。離せ、私はレイブだ。新しい復帰声優なんだぞ。うやまえ、誰が何と言おうと私は二次創作なんか嫌いだ。私は本当にクッキーが嫌いだ。やつは矛盾している。そう、これこそあの子の真意。自己矛盾よ。